ロバート・カプラン、はい、我々は帝国と独裁主義に対抗しなくてはならない。そうですね、はい、3月5日のナショナルインタレスト、はい、ナショナルインタレスト、はい、ロバート・カプランといえば私、ね、もう2冊、はい、翻訳3冊か、はい、2冊か1冊は、解説だけですけど、はいはい、3冊関係してる本があります。はい、はい、南シナ海の本もね、はい、某英章では結構基本文献として、はいはい、読んでいただいているということになります、はい、ロバート・カプラン、そうですね、ナショナル・インタレストに最近なんかまたいろいろ書いてるという感じで、はい、本が出たみたいで、それのプロモーションの一環でいろいろ書いてるらしいんですけど、はい、かなり大きな地政学の話をしてきました。今世界には、4つの帝国があるという、まあ、基本的にこういう話です、はい、まず、うん、我々は、はい、人類今やっぱ結局カオスなんですよ。これはナショナル、彼は一応リアリズムをベースにしてるんで、はい、うん、世界は基本的に世界政治も何も、うん、全てはまずアナーキーから始まると、はいはい、彼はもう「カミングアナーキー」って本も書いてるから、まあ、リアリズムの話ですね。そうです、アナーキーです、はい、リアリズムです、はい、あのリアリズム詳しくは、まあ、あのリアリズムの CD を皆さん入門、はい、リアリズム入門、はい、ぜひ見ていただきたいんですが、聞いていただきたい、聞いていただきたいんですが、はい、まあ、そこで言ってることとまず、はい、言うことを、はいはい、基本的にそこに彼らは前提の話を持ってきます、うん、はい、で、人類のカオスを収めてきたのは、うん、どう考えてもね、うん、今までいろんなあの歴史上のいろんな政治の、ね、タイプがあったけど、うん、結局は帝国なんだと、うん、まあ、いろんな形の意味の、ね、違いはあれども、はい、基本的に帝国が、うん、その、我々 の、 その人類 の、ね、この政治的なぐちゃぐちゃを直してきたんだと、はい、まあ、そういうことを言うんです、はい、だから帝国は別にいいも悪いも彼は言ってないです。まず帝国だと、結局帝国がないとカオスのまんまだよと、はい、そうです、いうことですね。で、その帝国の名前を彼は4つ挙げております、はい、現在帝国は4つあると言ってます、はい、うん、中国、はい、ロシア、はい、EU、はい、そしてアメリカです。なるほど、4つです、4つです、はいはい、中国、ロシア、EU、はい、アメリカですよ、はい、この4つが帝国なんだと。昔は日本もちょっとね帝国に色目を出した時期がありましたけど、はいはい、まあ、それはないと。本物の大国ですね、はい、まあ、自分の国のことは勝手に自分で決める、まあ、ここでちょっと面白いのは、はい、EU って帝国なんですかと、おいうところはまた後でちょっと、もちろんもちろんこれは議論があると思います、まあ、もう一回言いますよ、はいはいはい、中国、まあ、どう考えても帝国ですね、はい、あの人の言うこと聞かないですからねあので自分の都合でしか言わない、はいはいはい、で自分たちは環境に優しくてとか、はいはいはい、自分たちは人道主義でとか、あのなんか随分中国にこだわりますね、最大の民主主義国だみたいな言ったりとか、まあまあまあ、一気に言うでしょ、はいはいはい、もう本当あれは帝国じゃないと言えないというか、なるほど、それか、はい、相当アホですよねいやいやいや普通に考えて、はいはい、あれだけ人権を蹂躙してる国がね、はい、あの自分たちが民主主義の、はい、最大のインドよりも、ね、最大の民主主義だみたいなこと言ってるわけじゃん、はいはいはい、選挙もやったことないくせに、うん、ということですね。 で、はいはい、で次はロシア、ロシア2番目が、はいはい、ロシアといえば何ですか、うん、はい、イメージありますか。ロシアといえば独裁ですよね、はい、で、まあ、はい、やっぱりまあ、ランドパワー中のランドパワーというか、ね、そうですね、はい、やはり世界最大の国ですから、世界最大の国だし、はい、やっぱりその何、圧政してね、はい、民衆に反抗する気もなくさせるような、こう感じですよね、はい、やっぱこうスパイで警察国家でやるというところですね、はい、まあ、そうですね、ロシア、はい、で3番目、うん、EU、はい、いかがですか、和田さん。この EU っていうのはちょっとなんか、イメージなかったですね。そうなんですよ、はい、はい、まあ、でもこれ一応このカプランはバーチャルエンパイアだと言ってます。これちょっと新しいバーチャルな新しい定義ですね、はい、仮想の、うん、まあ、帝国であると、まあ、確かにそのベルギーを中心と、うん、まあ、ベルギーと中心と言いながらもドイツとフランスがまあ中心なんですけど、はい、まあ、そこを中心としてどんどんこう外側の国を、まあ、合計20何カ国をですね、はい、どんどん拡大をしていって自分の中に入れて通貨も一緒に入れちゃうっていうことをやってるわけじゃないですか、はい、まあ、これは長谷川慶太郎さんなんかも第4帝国なんだと、はい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 、ドイツが達成した平和に達成した第4帝国なんだというそのヒットラーがねやりかけたことを彼らはやってるんだと、何年か経ててやってやったんだということを考えると、日本って全然負け負けじゃんって今でも負けてるじゃんって感じしますね。でこれが3番目の EU でありまして、で4番目がアメリカ、まあ、こうなりますよね。この
これがあるんだと、うん、この4つがあるんだと、はい、でこの帝国の中でも我々はやっぱり独裁に対抗していかなきゃいけないっていうのは、まあ、彼の基本的にね、はい、結論なんですけど、うん、我々ちょっともう一回見直していこうと、はい、で言うんですよ。でアメリカをなんとかしたいという、はい、まあ、最終的にはそこなんですけど、はい、まず彼のカプランの言い方だと、うん、1番目のこれ中国、はい、これは完全独裁ではないが、うん、確実に民主主義でもないという、はい、いや完全独裁でしょ、うん、まあまあ、のに今入りそうですよね。そうですよね、はいはい、まあ、完全独裁に近い形での、まあ、河川というかなんというか、はい、貨幣制、まあ、貨幣制、ね、はい、ちょっとその過渡期というか、はい、過渡期ですね、まあ、そうですね、多分おそらくこのままだとなるでしょう、はい、だって、はい、反対派をまあ、どんどん消してるというところもそれもありますけど、はい、まあ帝国にまあそういう意味では実質的に結構近い存在じゃないかというふうにカプランは言ってるんですけど、民主制ではないけどだから完全独裁ではないというところは結構強調してます。意外となんかねカプラン中国に対する見方を結構なんかブレてる部分があるんですけど、2番目、今度はねロシア、ロシア、これはねロシアは確かにいろいろやってますけど、で東ヨーロッパとあと中央アジアですね、はい、うん、自分のこの周りの周辺、はい、これに関してはかなり手を入れてるように見えますけど、うん、はい、実は間接的な統治だけしかやってないと、うん、彼はこれカプラ面白いんですけど、はい、低カロリー帝国主義だと言ってます。ローカロリーインペリアリズムが実はロシアの真髄だと、ね、今のね、まあ、はい、これうまいこと言うなと思いました。そうですかね、はい、まあ、はい、ウォッカなんですかそれいやいや、ウォッカでできてるみたいな感じ。あはは、低カロリーですよ、低カロリー、低カこうウォッカカロリーがあるじゃないですか。いやカロリーは相当ありそうですけどね。あ、まあ、まあ、とにかく間接統治なんですよ、はい、どちらかというと、まあ、統治もしてないし、うん、でイデオロギーが、うん、ほらロシアは昔に比べてもイデオロギーはなくて、はい、単なる地政学的な考えしかしてないじゃないですか、うん、なるほど、そうですね、そういう意味では長期的には厳しいんじゃないかって彼言ってます。だからロシアとちょっと、ね、ソ連時代と比べてやっぱり経済的にうまくいってないですかね、はい、そうなんですよ。それがやっぱり痛いんで、うん、彼はそのまさにローカロリーでなるべくその力は出さずに、だから経済的な力は出さずにでも軍事力で軽くちょんちょん作って、うん、なんすか ついてその脅しでなんとかうまくやろうっていうのがやっぱり、うん、はい、ね、プーチンが見られると、はい、いうことを言ってます、はい、3番目、うん、EU ですね、はい、これはポストインペリアリズムということを言っております、はい、一応帝国主義の手は取ってるっぽいんですけど、はい、実際軍事力の後付けがないじゃないですか。ないですね、 EU ヨーロッパってのは、はい、結局最終的に担保してるのはアメリカだから、はい、そういう意味では軍事力がないんで、うん、これは帝国主義後の帝国主義だよねというふうに言っております、うん、はい、で彼のやっぱ一番問題にしてるのはこのカプラン自身が問題にしてるのはですね、はい、うん、エリート主義すぎるんですよ。それどういう意味ですか。ほらやっぱりものすごく上積みのヨーロッパの中の超優秀な人だけがブリュッセルに集まって勝手にここで決めちゃってる、エリートだけで決めちゃってる、現地のその人たちの本当の声を聞いてないという、なるほど、本当に民主的ではないという、なるほど、ね、非常にこの、まあ、ヨーロッパって基本的にそうじゃないですか、やっぱ基本的に階層社会なんで、はい、その悪いところがそういう意味で EU にも残ってるということをしっかりしておきます、はい、最後4番目アメリカなんですけど、これはトランプに入ってやっぱり問題になってるのは、うん、先ほど言いましたよね、はい、その理想を今アメリカ自身が見失ってるわけですよ、はい、リーダーにならなきゃいけないし、リーダーとしての国勢として今までこう70年間行ってきたんだけど、うん、はい、最近そのリードする気概もなんか失われてた、まあ、今までグローバルで市場開放して、はいはいはい、それをと民主主義を、ね、世界に広めるんだっていうことをやってきたけれども、それやっちゃうと移民がいっぱい入ってきちゃって、はい、でまあちょっともともと国を作った白人たちが今いい生活してないっていうところでトランプがひっくり返したんです、ね、そうですね、そうするとまあ理想をなくしたと、はい、そういうことですよね、はい、実際それとあとやっぱりそのなんていうんですか、理想主義、まあ、アフガニスタンとイラクでの失敗が大きいですよね。やっぱり中東を民主化するっていったまあネオコン的な考え方で言ったんですけど、はい、まあ、それ大失敗しちゃってて今17年間もまだいまだに戦争してるわけじゃないですか、はい、そうですね、何にもそれが回復する意味がないということで、はい、トランプみたいなのが出てきてその理想主義ひっくり返すっていうところに今出てきちゃったんで、はい、理想を失った、特に人口国家であるアメリカみたいなのはちょっと厳しいんじゃないかと、はいはい、カプランは言っております、ね、はい、まあ、カプランの結論としては、まあ、地理的制約が大きいんじゃないかっていうところで、まあ、地政学の話に最後も、はい、巻き戻してですね、はい、マッキンダーの話とかもしてるんですけど、はい、この4つの中で、はい、その独裁主義に、はい、まあ、どちらかというとアメリカみたいな対抗していかなきゃいけないんだよっていう記事でございます、はい、なるほど、はい、まあ、大きく見てるなっ
っていう感じですね。やっぱ抽象度高い見方をしてて、はい、通りですね、はい、今やその国際政治動かしてるのはやっぱここの、まあ、基本的にやっぱ大きいところですね、はい、4カ国というかね、はい、4つの帝国ですね、はい、ですね、確かにその通りですね、はい、日本はやっぱりこう敵だとも思われてないと。そのなんか寂しいですね。脅威、日本脅威論がもうない。ないですね。もう30年前に消えましたからね。そうですね。はい、もうそれがちょっと僕は悲しい。まあね、本当にね、はい。はい。ということでございます。なんとなくじゃあれだと、はい、あの国際情勢をちゃんと分かりたいという人はですね、はい、CD がありましてですね。はい、でまあ今新しい CD はこのリアリスト入門、はい、最新作はこちらになっております、ね。リアリスト入門ですね。はい、あなたも。日本人はやっぱちょっとリアリズムが分かったということで作りましたんで、はい、ぜひぜひお願いします。勉強になります、本当に、はいはい、どこからやっていいか分かんないっていう人はこの、基本ですね、戦略の階層、はい、ここから入ってこちらから行っていただければ、勉強していただけたらと思います。勉強しましょう。そして、はい、戦略の階層の上の方のですね、あの未来予測、ね、これがまあ非常に重要ですので、はい、戦略は未来のことですからね、はいはい、未来のことを勉強するということで、はい、こういうのもあります、はい、そして3部作、はい、クラウゼ、究極の3部作、そうです、クラウゼビッツ、はい、そうですね、知性学、はい、知性学、はい、これは僕の専門です。孫子、はい、この3つ、ね、ちょっと出揃いましたね、はい、ありますけれども、はい、もう世界のね、戦略学が、はい、まあまあ分かるよと、これでまあまあ分かっていきますよというぐらい、はい、抑えてます。この基本ですね。はい、そうですね。はい、そうですね。がっつり、はい、解説をしております。